おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日は2021年12月の12日日曜日で相談はこちら。日米比較で見えてくるこれから上がる株のシンプルな条件ということで話をしていきたいというふうに思っております。今非常に日米に差が生まれているのはどうしてかこれから上がる株のシンプルな条件。上がると言ってもね、こう爆投するとか10倍に上がるとかそういう話ではないんですけども、シンプルに今評価されているのこういう株だよねっていうところをちょっと押さえておいていただきたいかなというふうに思っております。であとは最後 週足の一目均衡表とマック D を使ってみていきたいと思いますよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた分でのテクニカル分析を必ず毎朝7時に動画で投稿しています皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになるのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは今日は相場動いていませんので週足チャート先週分の振り返りだけやっておきましょうまずは日経平均株価先週比で見て1.46%の上昇ということになりましたまあ、ただ全ての移動平均線の下にいるっていうところがね何ともまだまだ不気味そして壁 があるなという感じでいるところでございます。 コロナの新規感染者数全国149人昨日とほとほぼ一緒な値になっております。トピックス見ていきましょう日経平均よりは1は増しという感じですかね。52週と26週の間にいるという感じでございます。先週比で見ると0.9%の上昇ということになっております。マザーズ見ていきましょうマザーズはマイナス続きですね。この移動平均線もですね、これパーフェクトオーダー、下のパーフェクトオーダーになってますね。13周線、26周線が、えー、両方下向きで13周線が一番下にあるという状態になっております。1. 74%の下落です一方、ニューヨークダウ4.02%の上昇。金曜日にぐっと上げまして、ほぼ高値引け状態。最高値も更新が見えてきているということでございます。S&P はですね、これ終わり値ベースで最高値を更新して終わっていると思います。強いですよね。一方、ナスダックですが、最高値はまだ届かないものの3.61%の上昇ということで、アメリカ市場金曜日にはサクッと上がって終わったといった感じでございます。為替コミュニティの最終値見て おきましょう昨日、視聴者さんからあのいただきましていつもこれ、途中から思い出すっていう感じなんですけども CFD で見るとですね日経先物2万8610円いつも CME 見てるんですけども配当分が大体60円、50円前後ぐらい入ってくるのでえこの差だけちょっと押さえておいてくださいこっちの方が実数値に近くなるかなというところにはなっておりますなので今のところ月曜日200円弱ぐらいは上がるんじゃないかというふうには思われております。為替113 71.959 39円の39銭でえ原油が 金がといった感じですピックスはさらに落ち着きまして13.39最高値更新ですからね、えー、10年債利回り1.482落ち着いてますねで、えー、あとは小型株が下がってるんですよね0.38%で、えー、即死数0.91%ということで、まあ、日経先物も,もねある程度は上がるんじゃないかな月曜日はというふうに思われているまあでも最高値更新したアメリカに比べると弱いかなという印象ですかねはいで今朝の暗号資産はまあ安定はしてるかなというふうに思っておりますでは見ていきましょうかなぜ日 にまれているのかこれから上がる株のシンプルな条件とはということで見ていきたいんですがまず皆さんにちょっと確認をしていただきたいのは、はい、これは一体何でしょうかというところをちょっと押さえておいてください。これ何だと思いますか これはですね、先ほども実は見ていただいた6つの指数ですね。日経平均トピックスマーザーズ、ニューヨークダウン、S&P、ナスダックの、えー、各、まあ、最近の週足チャートの位置関係を見ているものになっております。で、かつ右側にですね、13、52、26みたいな感じに載ってますけども、えー、移動平均線が上から順番にどの移動平均線が載っているかというところと、それぞれの移動平均線の向きを表しているという感じになっております。で、本当は綺麗な上昇トレンドであれば、このアメリカ株のように短い期間の線、 13週26週52週のの順順番番ににね長期か短期期から長期の順番に上から順番に並んでいき上昇トレンドがはっきりしているときは上向きになっている上昇トレンドが怪しくなってくると短期の線から下向きになってくるしデッドクロスが起こるとこのように位置関係が変わってくるという感じになっていますなんで、まあ、日経平均なんかはね13週、52週、26週この間26週と52週のデッドクロスが起こっているということですねそして13週,26週 4が下向きになっているということは3ヶ月間ないしは半年間ぐらいのトレンドがもう若干怪しい下向きに変わってきてるということなんですよねあんまり強くないということなんですが一方でニューヨークダウや S&P 見ると1 3 2 6 5 0に綺麗な順番になってますし全ての線が上向きニューヨークダウは若干横向きに近い上向きですけど S&P なんて全て綺麗に上向きですからね こういったところに非常に大きく差が出ているということでございます。あとは一番広いのはやっぱりマザーズですよね。まあ、ちなみにアメリカ株の小型株で見てもですね、これラッセル2000ですかね、えー。ラッセル2000に関しましては13週、26週、52週、この順番は変わらないんですけども、13週と26週が下向きになってるということで、やっぱ小型株弱いよねっていうそんな感じがあるのかなと思います。で、いろいろちょっとまとめちゃいましたけども、一番評価が今高い市場っていうのはどこかっていうとですね、S&P500 がまあ上向きでありも綺麗に上がって、 ってるそんな状態で、すよねで順番とか向きとかを全部総合評価するとニュー、S&P500、ニューヨークダウン、ナスダック。で、次に入っていくのが、トピックスで、ラッセル200になっちゃうこれ2000ね。日経平均マザーズという感じで、まあ、こんな形で評価が高いところから低いところまで来てるということになっています。で、これの傾向を考えると、まず日米で見ると、日本はね、全然評価されてないけど、アメリカは評価されちゃってるよねと、全然違うねっていうところと、まあ、小型株の評価が非常に低いよねってことですね。まあ、相対的に見たら大型 株の方がまだ評価されてるよねといった感じでございますでバリューなのグロースなのっていうのはこれねはっきりしないんですよなぜかというとですよはいえー、まあこんな感じですよねアメリカ市場で見るとまあ、世界景気で見ても景気悪化これはコロナウイルスによって景気悪化が起こり世界中で金融緩和が起こりました金融緩和をすることによって景気はなんとか立て直し景気回復の兆しが見え始めたので金融引き締めに向いて動き出そうという形でアメリカはもうテーパリングを始めているという感じですで日本はねまだまだ金融引き締め緩和 状態ののの継続続ととというのが続いていいいううががてるるわけなのでままずこここにすすごく差があるよねっていうところだと思います一方で、世界中で今懸念されているのは、インフレ懸念も伴ってきてしまったということですね。金融緩和の副作用みたいな感じでね。で、利上げを早めにやんなきゃいけないかなとっていう検討が今行われてるわけですよね。で、インフレが起こるっていうのは、物の値段が上がるってことですから、えー、それはちょっと景気にブレーキかかるよねってことですし、まあ、利上げ自体もですね、どれくらいやるかによるんですけども、景気にブレーキがかかってしまう。景気回復とバランスを取りながら利上げをやっていくべきな のににインフレ懸念ががあることによって利上げを急ななきゃいけないけでどちらも景気にブレーキがかかるかもしれないということで景気に今急ブレーキがかかるかかからないかをちょっと見極めないといけないじゃあちょっと心配な小型株とか買ってる場合じゃないよねとかえねバリュー株でもちょっと買いづらいよねみたいなグロース株なんて持っての他だよねみたいな感じになってるわけですねでもそれでも S&P は最高値を更新してきてるというわけですからじゃあ一体何が買われてるのかっていうとですねやっぱり大型の中の中クオリティ株という と言われる株が今買われているわけですね。代表的なところでいくと、例えばアップル、世界で一番ね、時価総額の大きいアップルであるとか、あとはまあ、景気に最も左右されにくいとか言われているねマイクロソフトなんかはね、もう本当に最高値に近い、もしくは最高値を更新している。そして13週、26週、50週は全て上向きであるというような、まあ、代表的な株っていうのが今、評価をされているということになっています。えー、クオリティ株とは一体何かというと、業業績績ののの安定性ががが高くくてて景気の影響を受けにくいそして圧倒的な強みがあり長期の業績増が期増待できるような 株っていうのがね非常に今強いとまあ、こういうものしか今買えないような相場になってきてるということでございますでその上でのじゃあシンプルな条件というのは一体何かっていうとまあ、これちょっとオーレンバフェットの言葉なんかをねちょっと引用させていただいてるんですが例えば業績が一貫して増えている企業利益率が一貫して他社よりも高いような企業っていうのがですね長期的に業績増が期待できる企業安定感のある企業ということになりますであとは周波数チャートルの線が常に上向きな状態もうマイクロソフト ととかかもずーっっっ上向きじゃないいいいでですす多少崩れたたてて週ぐらだ止まってますよねアップルの方がちょっと安定性は低いかもしれません。ここでデッドクロスとかも起こってますけどね。まあ、でも基本的にはほぼ線は上向きの状態を維持できているということで、まあ、こういったところはね、まあ、過去から見ても安定性があるということですから、これからも安定性は高いよねっていうところがまあ期待できるんじゃないかなというふうに思います。なんで、まあこういったところにちょっと注目をしながらですね、あとはまあバリエーション面もありますけどね、えー、まあそれも含めて見ていただければと思います。で それを見る上では株単というツールが非常にいいんじゃないかなというふうに思いますのでちょっと株単チェックしていきましょうはいこれがですね今株単の米国株版を出しておりますでこれがですね僕ちょっと有料プランにはなっちゃってるんですけども有料プランじゃなくてもですねこの業績推移とかは普通に見れたと思いますのでぜひ見てみてくださいこれ今アップルのね業績推移出してますが例えば成長性で見るとちょっとこれはブレがありますけどねでも特筆してるのは収益性の部分ですかねこれを見てみるとアップルってもうずっと 25から30の間ぐらいですかの利益率を誇り続けているんですよね ROE もめちゃくちゃ高いですよね、えー、なんでまあこういったところにまず優位性があり で、成長性もまだまだ伴って、で、直近なんかは33%、64%、まあ、このような成長率をさらにね、長期的に見ても、ま、期待できるというところで株価が安定してるんじゃないかなと思います。マイクロソフトも見てみましょうか。マイクロソフトもですね、成長性で見てみても、やっぱり直近がね、かなりまだここまででかくなっても、まだまだ安定してるっていうのがわかると思いますし、収益性で見ても、そうですよね、利益率めちゃくちゃ高いですよね。30%、20%以上から今もうまさにまたね、40%ぐらいまで乗ってきてるということですよね。ここういったとこは 強いいなと思いますであとは今はねよく上がってるなと思うのが NVIDIA とかもそうですよね NVIDIA での成長性を見てみるとまあここはちょっとねコロナでへこみましたけどもやっぱり高い成長性を誇っているということですよねであとはやっぱり収益性の面で見るとやっぱり30%前後を維持できているということですからこの辺はやっぱり強いなというふうに思いますで今日本の中でね非常に評価を受けているのは例えばレーザーテックレーザーテックなんかはですね PR はもちろんめちゃくちゃ高いんですがやはり業績の 推移で見た時に成長性を見てみるとですね、直近はやっぱりまあこう大きな成長性を維持できているということですね。えこの辺のパーセント値がちょっと低いのはねえ、まだちょっと控えめに見てるんじゃないかっていう評価なのかもしれません。収益性見てみるとですね、やっぱ直近はやっぱり30%前後ですよね。これぐらいの収益性がずっと維持できてるっていうのはやっぱ強い証拠なわけですよね。東京エレクトロンとかもそうだと思います。東京エレクトロンとかも決算で見ると、 成長性で見てみますと、まあ、このコロナウイルスの期間を除いては高い成長性を維持できている。そして半導体という長期的にね、えー、安定感のあるような需要が期待できているということですね。で直近やっぱり営業利益率が30%前後ということですから、成長性と収益性を伴っているというところはすごく重要であるというところはぜひ押さえておいてください。でチャートで見てみると、週足チャート。で見るとやっぱりね、もうずっと上向きなんですよね。こういったところがすごく重要だと思いますし、レーザーテックのチャートを見てみてもですね、 はしちゃうとやはりもうずっと上向きなんですよねえー、こういった株がですねやっぱりまあ安定的にこれからもまあ買われていく可能性というのが高いんではないかなというふうに思いますで、えー、こういった株しか買われない相場っていうのは正直旨味が多いか少ないかで言ったらそんなに多くはないと思うんですよねでも今はこういう株で我慢しつつ本当にまた景気回復 インフレ懸念が取り除かれて景気回復に向かっていくときには今下がっているような小型株の中から有料株を探し出しておくっていうそういう期間にしておくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで2の動画のまとめです。まずね、日米に非常に格差がありますよということで、まあアメリカ株買うのも別にいいとは思いますけども、アメリカ株だけじゃなくてもね、やっぱりクオリティ株っていうのを探していこうということでございました。で、傾向としてはやっぱり小型よりも大型の方が安心感があり、まあナスタックよりも S&P の方がまあ優位性が高いっていうのはナスタックは工業株3000株ありますけども、 S S っていうのはその中からまあ他の市場も含めて非常に優位性の高い500株というのを選ばれているわけですからやっぱりクオリティ株が今評価されているんだということがここからもわかるんじゃないかなと思いますで現状は景気悪化から金融緩和状態からの一定の景気回復で金融引き締めをやっていこうという意気込期間に加えてインフレ懸念がプラスされているという状態ですねなのでもうちょっと透明性が不透明性が高い うん、透明性が低い。ので、えー、ちょっと安定感のなさそうな株っていうのはちょっと買えないよねと。え、さすがに小型株とかで、ただの期待だけで買っていくっていうのもちょっと現実的じゃないよねっていう、そういう状態になってると。確かなものしか買えないからこそ、クオリティ株が今評価されている。だから、クオリティ株で我慢するしかないっていう、そういう相場に今なりつつあるっていうことですよね。変にグロース株であるとか、グロース、小型株よりのグロース株とかってね、もちろんバーッとバー爆上がりしてる株もありますけど、そういったものがまず数、母数が少ない。何でも上がる ような相場ではないっていうところなんで、まあ、ひとまずはクオリティ株をポートフォリオの中の重要な部分に置いといてねえ。我慢しておいてで、それがインフレ懸念とか、そういったものがなくなった時に移行できるように準備だけしておくっていうのがすごくいいんじゃないかなという風うに思います。まあ、これはもう常に相場を見ていくしかないので、一緒に考えていきましょう。 では、シュワシュワとの一目金衡表プラスマックリーを使ってみていきたいと思います。はい、えー、まずは日経平均株価からですね。今シュワシュチャートで一目金衡表を見ると、雲の中にいるということですから。まあ、早めに雲を抜けてきてくれると、だいぶね、状況はいいんですけどもね。移動平均線と加えて、やっぱり、まあ、この辺に壁があるよなということを感じるんじゃないかなと思います。地コスパンなんかも株価を超えてくると、非常にいいサインにはなるんですが、まあ、やっぱり壁の部分も含めて確認をしておいてください。マックリーはまだ下向きなんでね。長期的には、ちょっと下の方が可能性は高いのかなというふうに、チャート上は見ておいた方が。 い,いと思っていますトピックス見ていきましょうトピックスは雲の上にいるんですよね、地高スパンも超えてますんで、まあ、どちらかというとトピックスの壁は少ないかなといった感じです、ただやっぱり基準線の下にいますから、大きな壁は残っているということです、リも下向きですから、下の懸念というのも持っておきましょう、一方で雲の支えなんかもねえ期待してもいいかと思っています。 まずーず見ていきましょう。まずーずはもう悪いとしか言えないですね。転換線基準線のデッドクロスもここで起こっていますし、マーク D のデッドクロスも起こっています。非常に悪いチャートにはなっていますが、まあ、この辺の高値、あ、ごめんなさい、日安値をね、耐え抜けばですね、雲のねじれなんかも起こりますので、まあ、一点上昇という可能性ももちろん考えられるかなとは思いますが、まあ今日のこの、この景気状態の中では非常に変わりにくい状態であるっていうことだけはやっぱり抑えておかなければいけないかなと思っています。ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウは特に文句はないですよね。栄線が立ちまして、転換 当然基準線も超えてきた、m a c にも上向きに変わってきた、ここのゴールデンクロスさえ起こればも,もうほぼね、完璧にまた高値を取っていくような流れにはなっていくんじゃないかなと期待させるチャートになっています。S&P、S&P は最高値を更新してますからね、プラスマック d 週足チャート上でまた上向きに転換してくるってことが考えられればいいかなと思います。 最後、ナスタックですえ。ナスタックに関しましても、まあ、いい状態は続いているかと思います。転換線基準線の上にいますし、雲も安定してますし、マックではほぼ横向き、上向き転換すれば非常にいい状態というふうに言えます。最後、ラッセルを見ておきましょう。ラッセルだけは雲分け際にいるという感じですかね。マックで下向き、そして地高スパンもを割れているというところですから、やはり小型株にとっては不利な状態が続くんじゃないかなということが、ここからもわかるんじゃないかなと思います。ぜひ、えー、検討していただければと思います。はい。では、今日もお知らせをおさせてください。個別銘柄と でこういます。まあこんな状況下でね非常に売られまくっているユーグレナなんですけども、ユーグレナをなぜ買い増ししたのかっていうね、えまあそんな理由について熱く、まあ、本当に長期的に未来のことまで考えての記事になってます。非常に熱い記事になってるのでよかったらぜひ一度目を通して見ていただけるととっても嬉しいですよ。お願いします。えー、月額かかりますが初月無料になっていて QR コードや概要欄のリンクからぜひチェックをしてみてください。またこのユーグレナの記事に関しましてはボイシーのプレミアムの方では音声解説を行っております。まあボイシーねプレミアムじゃなくても無料放送でも毎朝5時に必ず音声上げてます のよよかったららこちらもチェックしししててみくくださいいろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。今日の中でも何か参考になればグッドマーク、そしてまた明日以降もね、こんな形でテクニカル分析を続けていきたいと思いますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。